ナヌチュカ型コルベットはソビエト、ロシア海軍のミサイルコルベット。艦隊艦ミサイルを主兵装とする世界初のコルベットとして知られている。なお、ナヌチュカ型という名称は NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は1234号計画型小型ミサイル艦である。1950年代よりソ連海軍の水上艦艇は侵入してくる。 西側の海洋兵力を近海において溶撃することを任務としてきた。この任務にあたり、ソ連海軍は沿岸警備を任務とする大型魚雷艇を更新する新艦種として大型ミサイル艇を開発した。これは小型の艇隊に艦隊艦ミサイルを搭載し、高速力と強力な打撃力とでもって沿岸部に接近した敵輸送艦や。 揚陸艦を撃破する紹介艦艇であった。P-6 型魚雷艇の艇隊を流用した最初のコマール型ミサイル艇の後、より本格的な大佐型ミサイル艇が計画された。1960年代初頭にかけて、この計画に基づき多数の大型ミサイル艇が建造された。しかし、これらの大型ミサイル艇は多くても4問の 単射艇艦対艦ミサイル発射機しか搭載せず、また、防空火力も、比較的貧弱なものであった。このことから、大型ミサイル艇の上位艦種として、より強力な耐水上火力、防空火力を備えた、沿岸警備艦艇,艇として構想されたのが、小型ミサイル艦であり、その最初の実用艦級として開発されたのが、本型である。本型は、 沿岸警備艦艇としては初めて、股間防空ミサイルシステムと長射程の艦隊艦ミサイルを搭載することで、防空火力及び耐水上火力を大幅に増強している。ソ連海軍は耐水上火力として、長射程と短射程の2種の対艦ミサイルを整備する方針を採用しており、従来の沿岸警備艦艇はいずれも第一世代の短射程艦隊艦がミサイルである、 P-15 テルミートしか搭載していなかった。しかし、第二世代の長射程対艦ミサイルである P-120 マラヒートは、前任の P-15 よりも大幅に軽量化されており、小型艦への搭載が可能となった。ソ連海軍で収益した艦では、このミサイルの三連装発射塔を2つ、上部構造物の両側に配置することで、 従来のミサイル艇を大きく上回る、耐水浄火力を獲得した。ありがとうございます。